こんにちはひろちゃんですコメントでツルボケ防止のリン酸についてヨーリンやカリン酸切開では効果ないでしょうかということですがツールボケ防止ということはさつまいものことでしょうかリン酸を効かそうとした時にカリン酸とかヨーリンでもそれは効果はないことはないと思いますがたださつまいもはリン酸が過ぎるとお芋の中にこう 筋が入っっててしまって食べた時の食感がすごく悪くなりますのでなるだけつるぼけ防止のリン酸を使わなくてもいいように土作りの時に窒素を利かしすぎないような本当前の作ったお野菜のあとに残ってる肥料でさつまいもを植えれば十分窒素分があると思いますのでそこのところを窒素が過剰にならないように。 栽培するのが大事かなと思いますありがとうございました